皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのペコです。よろしくお願いします。最初に言っておきますよ、本日は全て写真だけでいきますということで、本日はですね、便利グッズを紹介したいと思います。便利グッズっていろいろあると思うんですよ。スピードチェッカーとか、まあ重さ測るやつだったり、まあいろんな工具だったりね。でも今日はこの画像に写っているバンクですよ。バンク20度バンクを切ったもの、これをね紹介していきたいと思います。でミニ四駆走らせてたりすると、他のレーサーさんたちがこれを使ってるのよく見かけないですか。あれなんだろうみたいな、便利そうだなみたいなね。これバンクにブレーキが当たらないようにするためのものなんですけど、これがあるとお家で簡単バンクスルーブレーキができちゃうんですよね。コースに行かなくても、まあお家で簡単にできるんで、なかなか便利じゃないかなと思いまして、今日紹介することにしました。で作り方なんですけども、こちらバンクアプローチですね。これね、一応値段が5000円ぐらいということで、まあこれ1個で、まあ、4つ作れるんですよね。さっきの切ったやつが4つ作れるんで、まあ、誰かお友達とかと4人で買ったら、まあ、1000円ちょっとぐらいで、あのバンクアプローチ、さっきの画像のやつができるということで、早速ね作っていきましょう。はい、これねバンクアプローチ、ちょっとこれ左の方を切っちゃってるんで申し訳ないんですけども、真ん中は使いません。真ん中はあの足がなくなっちゃうので1個使えないんですよね。なので左と右をね使っていきます。で使う工具がこちらですね。一番上があのホームセンターに売ってるプラカッターってやつですね。これと真ん中がデザインナイフ、一番下が、ルーターですね。こちらの3つを使って作っていきます。はい、まずね、プラカッターで一番上から、まあ、真ん中までおるってして、次はですね真ん中から一番下までおるとするわけですね。この時ですね、ちゃんとあのバンクアプローチを押さえて手を切らないようにしてください。おる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 。はい、もう完全に切れました。もう完全に切れて、切り込みが入ったらですね、このバンクの壁ですね、いらないので折っちゃいます。このようにパキッツしてください。壁をね、壁をパキッツしたらこんな感じになると思います。こんな感じになったらですね、真ん中のレーンがいらないので、こっちの真ん中のレーンもパキッツしちゃいます。はい、パキッツパキッツしたらですね、こんな感じになりました。もう右もうそのままですよね。あと右側の壁がいる人といらない人がいるんで、これは好みでまた同じようにカットするなり残すなりしてください。カットした方がピットボックスとかに入りやすいかなっていうのはありますね。で爪はいらないと思いますので、まあ、リューターなりニッパーなりで切り落とすといいと思います。はい、反対側の壁もオラオラして切りました。これで、まあ、一応完成なんですよね。爪まあ残ってますけど、まあ、これも切ってコンパクトにしたいと思います。はい、というわけで2つできました。これ1個1000円、1300円ぐらいかな。もう僕はこれがないとバンクスルーできないみたいな感じになってるんで、なかなか便利な道具ではないかなと思います。でマシンにブレーキを貼って、まあこのバンクチェッカーに乗せて、ここで擦ってなければ、お店のコースの設営にもよるんですが、だいたいバンクスルーはできると思います。でこれ家でスリスリしてたらですね、この切った断面バリが出てるんですよ。これでね手切ったりするんで、まあヤスリとか、まあ、サンドペーパーみたいなものでバリを取ってですね、手を切らないようにしてください。はい、というわけでこのチェックボックスとセッティングプレートとセッティングゲージとバンクチェッカー、この4つあればね便利道具ですよね、もう完全に。で最初ですね、あのバンク切るときにこの下のデザインナイフを使ってたんですよ。デザインナイフ最初100均のものを使ってたんですけど、結構力いるんですよね、バンク切るときに。で力を入れて切ってると折れちゃったんですよね、100均だと。でもこの黄色いホームセンターで売ってた900円ぐらいの
デザインナイフにしたら結構丈夫でなかなか折れなくて、まあ、何切るにしても頑丈で使いやすい。ただバンク切るとなるとデザインナイフじゃちょっと力が入りにくくて切れにくいんですよね。でどうしようかどうしようかって言ってた時にホームセンターでプラカッターっていうのがあって、あこれなんだみたいなねこれで切れるんじゃないかみたいな感じで、もう疑心暗鬼で一応買ってみて試したらこれがめちゃくちゃ切れるのよ。バンクスイスイ切れて、で持ち手もでかいんで、まあ、切りやすいですよね。単純に切れ味もいいし切りやすいし、まあ、プラスチック切る用のカッターなんで、まあ、当たり前だと思うんですけど、やっぱデザインナイフよりこっちのプラカッターの方がおすすめかな。でバリを取ったりするときにデザインナイフでバリ取ったりリューターでバリ取ったりして、最後はヤスリで磨くと。でヤスリなんですけども、僕は100均のダイヤモンドヤスリを使ってます。まあ、もちろん高いヤスリもいいと思うんですけども、安くて削れたらそっちの方が良くないですか。まあちょっと寿命はもちろん高い方がいいと思うんですけど、100円なんで買い替えれるかなみたいなね。でこちらのリューターがですね、ドレメルのマイクロミニリューターってやつなんですけども、こちら充電式になっておりまして、コンセントがいらないタイプなんですよね。でコンセントがないところでもどこでも使えるよっていうものなんですけど、充電する時間がちょっと長いのと、で連続稼働時間がミニ四駆1台作れるか作れないかぐらいの稼働時間なんで、まあ、充電切れてしまうとちょっと不便かなというところはあります。でやっぱりコンセント式ってなるとプロクソンのミニリューターがいいのかなと思います。で出来上がったこちらのバンクチェッカーなんですけども、まあ、正直僕2つもいらないんですよ。1個でいいんで、まあ、こちらねもう1つをですね視聴者様にプレゼントということでですね、応募方法は、まあ、こちらに載せておきますのでぜひ応募してください。プレゼントね当たらなかった方も、まあ、友達と割り勘して買って、まあ、この動画を見て作っていただけたらと思います。そして皆さん、2017年12月10日日曜日ラジコン天国蘇我四玉さんで行われる忘年総公開2017もう始まりますよ。もうやばいよ。正直僕ねマシン全然できてないのもう忙しくて全然ミニ四駆触れなくて、まだ全くもう全く触ってないです。で正直今のホエールと FMA がちょっと壊れちゃってるので、直す時間がちょっとないかな。まあでもせっかくエントリーして、まあ、出させていただきますんで、まあ今日と明日と明後日でなんとかマシンを作って、またねおゆみのさんに行かしてもらって調整しないともう間に合わないよ。そしてですね、忘年総公開の前に僕が楽しみにしていることがあるので、まあ、そちらの方も動画またアップしますので、ぜひお楽しみにしておいてください。そして忘年総公開当日、まあ、皆さん行く人はねぜひ声かけてください。名刺もありますのでよろしければもらってください。はい、というわけでこの動画が面白かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。